あれ違うこれ。難しいな。こうかな。これぐらい。OK、OK、OK。こんなにたくさんありがとうございます。すごい皆さん嬉しいです。ありがとうございます。ダジャハオおしダウジジュンヨ、はい、始まりました。イエーイ、やったー、やっと始まりました。皆さんね、画面越しですけど、ようやく会えましたね、皆さん。嬉しいです、僕はすごく。ありがとうございます。本日、私、道枝俊介、22歳になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。22歳になりました。はい。22歳ということで、見てください、これ。ケーキをね。皆さんとね、一緒にお祝いしたいなと思って、ケーキを、自分で買いに来ました。はい、そうなんですよ。で、22っていうね、この数字のね、キャンドルと、あとこれ、このカチューシャも買いに行きまして、そうなんですよ。なので、ちょっと一緒にね、ハッピーバースデーの歌をちょっと皆さんにね、一緒に歌いたいなと思って。歌ってくれますか皆さん。ありがとうございます。 OK、 あ、OK、 あ、歌ってくれるみんな、ありがとうございます。歌いましょうか。じゃあいきますよ、せーの。ハッピーバースデーみーちー、ハッピーバースデー、みーちー。ハッピーバースデー、ディア、みーちー。ハッピーバースデー、みーちー。イェーイ。やったー、ありがとうございます。あ、そう、これ、クラッカーもね、買ったんです。真上？真上に。あ、こっちか。こっちに落ちますね。誕生日、おめでとう！イェーイ。誕生日おめでとうございます、僕。ちょっとごめんなさい、クラッカーが思いのほかね、出ちゃいました。あ、ありがとうございます。はい、ということでね、ケーキもね、ちょっと見てください、これ。ほら、お皿見せてもしょうがないか。ケーキもちょっと食べていきたいんですけど、見てください、チョコもね、あるんです、これ。ここ、ほら。よし、じゃあ食べていこうかな。いちごもね、ちょっと、よし、いただきます。あー、はい、いただきます。うん、めっちゃ美味しい。チョコクリームついちゃったけど、あー美味しい、最高、めっちゃ美味しいわ。うん、美味しい、めちゃめちゃ美味しい。うん、はい、皆さん、あ、ありがとうございます。たくさんね、コメントもありがとうございます。あ、お誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとう。美味しそう、美味しいよ、美味しいよ、ありがとうございます。うん、ミッチーかわいい。ありがとうございます。
ハッピーバースデー。ありがとうございます。よし、じゃあ、ちょっと皆さんにね、ウェイボでね、投稿で、なんて言うんだろうな。投稿で質問募集したじゃないですか、先日ね。その質問に、ちょっと答えていこうかなと思います。はい。ちょっとケーキをね、ちょっと一旦ね、ちょっと置いときますね。はい。皆さんのね、そのたくさんの質問の中から、僕が選ばせていただきまして、そこで何て言うんだろうな。その質問に、ちょっと、答えていきたいなと思います。はい。じゃあ、まず、第1問。ででん。これですね。はい。中国のファンがあなたをバオバオと呼んでいることを知っていますか？意味は赤ちゃんでとても可愛いという愛称でございます。はい。第1問目がこれですね。よいしょ。はい。ジーダオよ。もちろん、知ってます。それもね、この質問を募集して分かったんですよ、それも。赤ちゃんっていう意味があるっていうのを知りまして、あ、そういう意味だったんだと思って、そのウェイボのコメントも僕見させていただくんですけども、その時もなんて言うんだろうな、その漢字で宝って書いて、こう、宝っていうコメントをたくさん見てたので、これはどういう意味なんだろうなってずっと思ってたんですよ。でもそういう意味があるって知って、あ、俺は赤ちゃんなんだと赤ちゃんなんだっていうか、赤ちゃんって呼ばれてるんだと思って、すごいそれは思いましたね。なんか皆さんの癒しになれてたらすごい嬉しいです。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、どこだ？ここだ。はい。今の、あ、コメント見ましょうかね。ちょっと。あ、今の身長はいくつですかっていう質問なんですけど。あ、そう、キュート。ありがとうございます。こんにちは。かわいい。ありがとうございます。あ、早速、バオバオ言ってくれてる。ありがとうございます。ミッチーはみんなの宝物。あ、すごい嬉しいです。バオバオ、ああ、バオバオ。ありがとうございます。じゃあ続いてね、この、今の身長はどれぐらいですか？はい、今の身長はですね、ね、ちょっと待ってね。こうだ。はい。こんな感じです。我現在有一八零です。身長は180センチあります。伸びまして、急激に。中学生、高校時代から。で、180になりましたね。うん。だからね、その、たまにね、また伸びたって言ってもらえることがあるんですけど、全然伸びてないんですよ。その180センチになってから変わってないので、はい。僕の今の身長は180センチでございます。そうなんですよ。伸びました。身長ね、皆さん気になってるっていう方も、多くいらっしゃったというのは聞いたので、ぜひ答えたいなと思いました。はい。あなたは素晴らしい。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。じゃあ続いていきますか。次の質問が。はい。中国ではどこに行ったことがありますか？はい。この質問はですね、
我还没有追过中国，所以希望有一天能追中国和大家见面。はい。そのまだ行ったことがないので、いつか中国に行って皆さんに会いに行きたいなと思ってます。ファンミーティングとかしたいなと思ってますね。はい。皆さん僕の中国語どうですか？頑張ってというか読んでるんですけど、中国語喋ってるんですけど、どうですか皆さん僕の中国語は。素晴らしい、ありがとうございます。そうなんですよ、ファンミーティングとかもね絶対やりたいですね。皆さんと直接お会いしたいとずっと思ってますし、必ずね実現させるように僕も頑張っていきますので、皆さん待ってていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。いつかね絶対行きたいと思います。はい、続いて、よいしょ。はい、これ、日本を旅行したいと思っています。おすすめのルートや必ず食べてほしい料理を教えてください。はい、これはねありますよ。ね、はい、こちらでございます。如果是在大阪，我推荐去道頓窟。はい、大阪だとその道頓堀っていうところがあるんですけど、そこはすごいおすすめですし、たこ焼きとかね、そう、たこ焼きね、ほっぺでよくありますけど、たこ焼きとかお好み焼きとかがありますし、いっぱい美味しいお店があるので、そこはすごいおすすめですね。で、東京だと定番ですけど、東京スカイツリーとか東京タワーとか、ウェイボーにもねあげたと思うんですけど、東京スカイツリーのポーズをしてこういうね写真をねあげたと思うんですけど、東京スカイツリーであったり東京タワーであったり、あとは最近で言うと麻布台ヒルズっていうところがすごくなんて言うんだろうな、いろんなお店がありますし、すごい楽しいところなんじゃないかなと思います。すごく賑わってる場所ですので、皆さん日本に来た時はぜひとも行ってみてください。お願いします。はい、麻布台ヒルズにはまだ行ったことがないので今度行きます。ぜひ行ってみてください。機会があればぜひ日本に行ってあなたに会いましょう。あ、もうぜひ来てください。はい、やっぱり日本でもねお会いしたいですしね。うん、ありがとうございます。ありがとう、こちらこそありがとう。バオバオありますね、たくさん使ってくれてる、ありがとうございます。あ、ありますコメント欄にも、みち、そのお米にその漢字の7って書いて、その漢字のお米に漢字の7って書いてみちって呼ぶんですね。それも知りまして最近、あ、そういうことだったんだと思って、そう、僕はみちって皆さんにね呼んでいただいてるのは知ってたので、そう書いて未知って呼ぶっていうのはなんかすごい初めて知って、なんか嬉しいですね、すごく。うん、なんか勉強になりました。はい、青青 I love you、 I love you。 あ、続いていきますかね。
はい。こちら。最近、目黒くんとの面白い出来事を教えてください。はい。目黒くん、スノーマンの目黒蓮くんですね。あとは、はい。こちらでございます。ズイジン、メインノン、ジュンダオ、ムヘイジュン。最近ね、お会いできてないんですよ。目黒くんもドラマを撮ってて今、お忙しいと思いますし。でもこの前We Are のドームコンサートの時に着替え場で他愛もない話をしましてね、はい、なんかすごくこう久しぶりにがっつり話せたのでなんかすごい楽しかったです。うん、なんか肩組みながら二人で話したりとかしてましたね。はい。でちなみにねまだ目黒くんの家には行けてないんですよね。いつか行けたらいいなと思います。はい。そうなんですよ。大丈夫か。はい、ありがとうございます。赤ちゃん。これは、これあれなのかな、その我に愛で大愛にってことですよね。はい、大愛に、たくさん大愛にと送ってくれてる、大愛に。はい、続いてラストですね。これラストです。はい、お、来ました、バオバオ。はい、ありがとうございます。バオバオ、愛犬との小さなエピソードを教えてください。はい、こちらはですね、よいしょ、これかな。はい、1111。はい、僕の愛犬がすごくこう、なんていうのかな、おもちゃに今ハマってて、そのおもちゃの中にそのドッグフードを入れて、こう手でねこうやったらぐるぐる回転してちょっとした隙間からこうピョって出てくるおもちゃがあるんですよ。ドッグフードが出てくるおもちゃがあるんですけど、それを一緒に2人でずっとやってます。だから3人か、ラジュレとララと僕の3人でやってますね。ラジュレはすごい熱心に回すんですけど、こうやってララはなんか音が怖くて離れていきますね。なんかそういう可愛らしいところを見てすごい癒されてます。はい、そんな感じですかね。うん、そうなんですよ。あ、こっちか。はい、これこれってどういう意味なんですか。なんか口に合うって書いて、それがずっとバーって並んでるんですか。ん？何でしょう。わらわら、あ、わらわらって言うんやこれ。あ、そうなんや。笑ってくれてるのね、いっぱい。ありがとうございます。笑ってくれてるんだ。よかったよかった、それなら。はい。いや、本当に皆さん、ね。これかな。よいしょ。はい。ということで、皆さん、シェイシェイダジャー。皆さん、本当にたくさんの質問、ありがとうございました。やっぱりこう答えられなかった質問があるんですけども、本当に皆さんたくさん送ってくださってありがとうございます。またウェブライブをねやりたいなと思ってますので、その時はまたお知らせさせてください。はい、絶対また必ずやりますので、その時は皆さん遊びに来てください。お願いします。はい、どうでしたかね、僕の中国語は皆さん伝わりましたか？どうですか？どうかな？
どうかな、どうかな、どうかな、伝わったかな。どうだろう、コメントが、コメントが、よし、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。あ、あ、あ、スクショタイムね。あ、グッドグッド、あ、中国語グッド、ありがとうございます。シェイシェイ、そうだ、スクショタイムやりましょう。スクショタイムね、ちょっとなんか何がいいかな、こういうのでいいのかな。スクショタイムいきますよ。はい、かな、取れたかな、みんな取れたかな。よし、じゃあ皆さん、約20分かな、ちょっと短い時間ですけども、こんなにたくさんの方々が見てくださってる。え、これ260万人の方、すごいな、267万人の方々、本当にありがとうございます。見に来てくださって、267万人なのかな、何人なんだろう、どれぐらいなんだろう、合ってます。まあ本当にたくさんの方々に見ていただいて本当にありがとうございます。貴重なお時間を取っていただいて、本当に皆さんと誕生日をね過ごせて本当にすごく良かったなと思います。またねお会いするときは、そのときはまた楽しみましょう。バイバイって何でしょうね、バイバイ、あ、バイバイ、お会いに、バイバーイ。これはこうできるのかな、バツを押せばいいですね。じゃあ皆さんバイバーイ、ありがとうございました。はい、じゃあね、これどっち押せばいいんだろう、右ですか、これは取り消し、これどうなんだろう、あ、ここ、ここ、OK、あ、じゃあバイバイみんな、お会いに。